ウェブ TV 阿蘇中大連応援企画。平成30年度中大連に出場する阿蘇市内の中学校の部活を紹介します。篠宮中学校卓球部です。3年生9名、2年生4名、1年生9名の合計22名で活動しています。これまで軍事大会では個人団体ともに上位入賞の実績があります。明るく個性豊かでお互い注意し合うことができるチームです。今年の中大連では当たり前のことを当たり前にする3年ぶりに県大会に行くことが目標です。篠宮中学校女子バレーボール部です。3年生4名、2年生3名、1年生2名の合計9名で活動しています。これまで軍史協会長期バレーボール大会女子の部優勝、軍史チャレンジリーグ優勝などの実績があります。明るく元気なメンバーが揃い、笑顔でプレーができるチームです。中大連の目標は、笑顔と感謝を忘れず、お互い支え合い、一生懸命プレーし、このメンバーでできる最後の試合なので、みんなで楽しんでプレーすることです。